突然の信じられないニュース。そして、突然の信じられない訪問者。逃亡者影山純と、彼を追う刑事、二階堂。なぜか私は、とっさに影山純をかばい、刑事の質問を交わそうとしていた。タイプだわ。いいのね、マリア。このまま彼を見捨てて。
ダメだ、言えない。なんて切り出したらいいのか。足が合うはずないじゃない。あー、ダメ。どうしても言えない。とにかく今日はいろいろあった。もう寝よう。明日目が覚めたら、今日とは全然違った感情が私を待っているかもしれない。こうして朝を迎えると、昨夜の出来事が嘘のようにも思えてくる。とにかく早く蘭さんに会いたい。写真の博士は笑っていた。この人はもうこの世にいないのに、写真の博士は永遠に微笑み続ける。突然博士がこの世から消えてしまった実感を、私はどこで感じたらいいのだろう。
それからどれくらい経ったのだろう。絶望の中でランさんの陽気な顔が浮かんでは消え、一緒に仕事をした日々は走馬灯のように私の頭を回っていた。こうして私は例の家の場所を説明し、影山純と6時半に待ち合わせの約束をした。そして6時30分、約束通り、ひな子の叔父の家に集合した私たちは、簡単に自己紹介をして、すぐに作戦会議に入った。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
調べればエレベーターを動かす手がかりがつかめるかもしれない。電源室は西棟1階のエレベーターの正面の部屋だよ。わかった。
伝言メモを再生します。電源室を調べればエレベーターを動かす手がかりがつかめるかもしれない。電源室は西棟1階のエレベーターの正面の部屋だよ。電源室を調べる。
Thank you.
Thank you.
Thank you.